皆さんこんにちは。今回は Apple Watch で絶対入れてみてほしいアプリについて話していきたいと思います。 Apple Watch って買った時にどのアプリをインストールすればいいかわからなくないですか？あとは最初から入っているアプリ以外あまり使わないよっていう方もいると思います。僕はですね、最初はあまり Apple のアプリ以外は使ってなかったんですけれども、他社製のアプリを入れてみることで Apple Watch の面白さをより感じることができたんですよ。なので今回はそんなアプリを紹介したくて動画を撮っています。内容に入る前に補足になるんですが、紹介するアプリの中には皆さんにとってほとんどの人が入れてるよみたいに思うアプリも含まれてるかもしれません。これはですね、 Apple Watch を買ったばかりの人でもこの動画を見たらなんとなく入れたいアプリがわかるというような内容にしたいという意図があるからなんですけれども、そこはご了承いただければと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まず一つ目ですが LINE ですね。これはもう皆さんおなじみのアプリなので説明不要なんですが、メッセージアプリですね。 Apple Watch の LINE アプリでは通知を受け取れるのはもちろん、メッセージも返すことができます。基本的には通知を受け取るというのがメインの使い方になります。で、そこまでして通知に即気づく必要あるのって思われるかもしれないんですが、友達と待ち合わせしている時とかはあると便利です。通知に気づけないと友達を待たせてしまったりするかもしれないからですね。また連絡が来ていないかちょこちょこスマホを確認する手間もなくなるのがいいです。このアプリはメッセージを Apple Watch 上で返すこともできます。ジムに行った時など iPhone をロッカーに置いている場合だったり、掃除していて iPhone をいちいち取りに行くのが面倒という時に Apple Watch 上で返信できるのが楽です。 Apple Watch シリーズ7以降のモデル、かつ WatchOS 9であれば日本語キーボードも使えるのですごく便利だと思います。2つ目はダフィーです。ダフィーはシンプルな歩数管理アプリで、目標を設定したり過去の歩数を確認できたりします。それだけだとヘルスケアアプリで十分なんじゃないのって思う方もいるかと思うんですが、このアプリの最大のメリットは文字盤に歩数を表示できることなんですよね。歩数は iPhone 側のヘルスケアのアプリで確認できるんですが、 Apple Watch のコンプリケーションに歩数を表示したいと思ったことないですか？1日どのぐらい歩いたかパッと文字盤上で見れると、目標の歩数にどのぐらい近づいているのか分かるのにと思う方いるんじゃないでしょうか。ダフィーならそんなニーズを満たしてくれるのでおすすめです。僕は文字盤の左下に表示させていて、自分が今日どのぐらい歩いたのかを確認できるようにしています。はい、3つ目はオートスリープです。オートスリープは睡眠を管理してくれるアプリですね。 Apple Watch をつけて寝るだけで睡眠の質を記録することができます。 WatchOS 9ではヘルスケアの睡眠セクションが強化されて、睡眠の質がより詳しくわかるようになりました。ただ若干これ見づらかったり、レム睡眠、コア睡眠の情報が見れても自分がどのようにすれば睡眠を改善できるのか分かりにくかったり、まだまだ使いやすさに課題はあるのかなと個人的には思っています。オートスリープは自分が設定した睡眠目標に対してどのくらい足りないのかであったりとか、睡眠の評価を点数にしてくれたり、いつまでに寝れば睡眠を改善できるのかというところがパッと見で分かるのがすごくいいです。またレム睡眠やコア睡眠のように専門用語を使わずに良質な睡眠、もしくは深い睡眠のような表現になっているのも分かりやすさにつながっているかなと思います。 WatchOS 9が出たら睡眠機能が強化されるし、オートスリープいらなくなっちゃうのかなと思ってたんですが、むしろですね、 OS の進化に合わせてオートスリープも機能が強化されていっているので、まだまだこのアプリは必要だなと感じています。 Apple Watch を買ったらぜひ試してみてほしいアプリです。4つ目は Yahoo 天気です。このアプリは現在の気温、約24時間後の天気、雨雲レーダーが使えるアプリになっています。個人的には Apple 純正の天気アプリはおしゃれな表示だなとは思うんですけれども、タップをして情報を切り替える必要があるのが手間であまり好きではないんですよね。このアプリは必要な情報が一つの画面上に全て表示されているので、一発で気温も降水確率も知れるのがいいです。雨雲レーダーについては現時点での雨雲の状態をチェックできるようになっています。この先雨が降るかどうかは Apple Watch 側のアプリではわからないんですけれども、どのぐらいで雨が止むかざっくり知りたい時であるとか、なんか雨が降りそうだなっていうところはわかるので、 iPhone を取り出すほどではないけどちょっと天気をチェックしたいみたいな時に使えるかなと思います。ちなみに文字盤に天気を表示させると現在の天気、気温、降水確率が表示されます。まとめて表示されるので一目で天気情報を網羅できるのはいいです。ただ文字盤に表示できる位置が決まっているので、好きな場所に配置できるというわけではないというのはちょっと気になりますね。この仕様によって好き嫌いが分かれそうかなと思います。5つ目は Yahoo 乗り換え案内です。このアプリは事前に乗車駅と進行方向を登録しておくと、 Apple Watch のアプリ上で登録した方面の時刻表と次の電車までのカウントダウンを知ることができます。
文字盤上に Yahoo 乗り換え案内を表示させた場合は、アプリアイコンが表示されるので、ショートカットのような役割を果たしてくれます。家を出るタイミングがいつもと違うときに、手元でパッと次の電車がどのぐらいで到着するのか、もし間に合わないんだったら、次の電車があとどのぐらいで来るのかわかるというのはすごく便利です。6つ目は Yahoo 防災速報です。これは現在地の防災情報が手元で見れるものになっています。Apple Watch の通知は見逃しにくいので、いざというときに役立つものになっていると思います。ちなみに防災情報はもちろんのこと、不審者の情報なども配信されているので、お子さんがいる方は特に入れておいて損はないんじゃないかなと思います。これ使ってみると意外と自宅の周りで不審者情報があったりしてちょっと怖くなるんですが、事前に警戒できた方がもちろんいいと思うのでおすすめです。7つ目はチャープです。これは Apple Watch で Twitter のホーム画面のタイムラインが見れたりツイートができるアプリですね。自分の Twitter アカウントを簡単に連携できるので手軽に始められるのもポイント高いかなと思います。いや、 Twitter は iPhone 取り出してみればいいでしょと思うかもしれないんですが、おすすめポイントが2つあります。1つ目は外出先でお子さんが自分の iPhone でゲームやってたりする場合ですね。手元に iPhone がなくてもツイートを見て時間つぶしだったり、そういうことができるかもしれません。2つ目は Apple Watch で Twitter が見れるという体験の新鮮さですね。僕もこのアプリ使う前は、いやいや Apple Watch で Twitter 見れなくていいでしょって思ってたんですが、いざ使ってみると Apple Watch でこんな楽しみ方もあるんだというふうに感じてテンション上がったんですよ。Apple Watch は通知を受け取ったり Apple Pay を使うのが主要な使い方だとは思うんですけれども、それだけではない、さらに Apple Watch の可能性を感じることができるのでおすすめです。8つ目は Watch Tube です。これは以前動画でも紹介したんですが、 Apple Watch や YouTube が見れるアプリです。特徴としては広告が流れない、あとは画面が消灯していても再生されるというところがあります。なので BGM として動画の音声を聞きながら作業するといったこともできるのがメリットじゃないかなと思います。使い方については以前投稿した動画で詳しく説明をしているので、よければ見ていただけると嬉しいです。試してもらえると Apple Watch の新しい楽しみ方を発見できると思います。9つ目は Goo ニュースです。これはトップニュースを Apple Watch で見れるアプリになっています。ニュースは9つ読めるようになっていて、ニュースの画像と概要が記載されています。これもですね、 iPhone でニュース見ればいいじゃんと言われてしまいそうですね。ですがこれも先ほど紹介したチャープと一緒で、自分の iPhone が手元にないとき、もしくは取り出しにくいときにちょっとニュースをチェックしたいというときに使えるというのが刺さる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。さらに実用性だけではなくて Apple Watch をもっと楽しみたいという方は一応試してみてほしいアプリだなと思いました。このアプリのちょっと気になる点としては、ニュースの詳細を読めるわけではないということですね。せっかくニュースの概要を読んで、お、もうちょっと読んでみたいと思っても概要止まりになってしまうのはもどかしいときもあります。この辺が改善されると実用性もさらにアップしてくれると思いました。10個目はフォーカスです。これは作業を効率的に行いたい方に試してほしいアプリですね。ポモドーロテクニックという時間術を実行するのをサポートしてくれるアプリです。ポモドーロテクニックというのは、ざっくり説明すると、1つのタスクを25分間集中して行って、その後5分休憩を取るというサイクルを回すことで効率よくタスクをこなしていく時間術ですね。フォーカスのアプリはすごくシンプルで、このようにスタートを押すと25分タイマーがスタートします。そして25分経つと通知が届くので、休憩を選択すると5分タイマーがスタートします。このタイマーに合わせて集中する時間と休む時間を交互に行っていくイメージですね。このアプリのメリット2つあります。まず手元で時間を扱えるという手軽さです。もう1つは時間管理を Apple Watch に任せておけるということです。というのも25分間のタイマーをかけた時に、あとどのぐらいだろうと残り時間が気になってしまいそうじゃないですか。そうなってしまったら集中どころではなくてもうちょっと本末転倒ですよね。フォーカスなら時間が来たら Apple Watch のバイブレーションで通知してくれるので、残り時間を気にする必要がなくなってより作業に集中できます。はい、10個と言いつつも番外編としてクロッコロジーを挙げさせてください。これはですね、 Apple Watch の文字盤をより楽しむためのアプリです。アプリ上に文字盤を表示させることで様々な文字盤を楽しめるようになっています。Apple Watch の文字盤だけではちょっと飽きちゃったなっていう方はぜひ試してみてほしいです。このアプリを番外編とした理由についてなんですけれども、以前クロッコロジーの使い方について動画を上げたんですが、ありがたくもですね、本当に多くの方に動画を見ていただいている状況だからですね。なので改めてこの動画で詳しく紹介する必要はないかなと思ったんですよね。なので番外編としています。以前挙げた動画の URL については概要欄に記載しておきますので、まだ見ていない方、もしくは興味のある方はぜひ見ていただけると嬉しいです。
はい、今回は Apple Watch で絶対入れてみてほしいアプリについて話してきました。皆さんが使ったことがないアプリあったでしょうか？最初から入っている Apple 製のアプリだけでも便利に使える Apple Watch ですが、他社製のアプリを取り入れてみると Apple Watch のある生活がより楽しくなるんじゃないかなと思っています。なので、もし興味のあるアプリがあれば、ぜひ一度試してみてください。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。